ですけどね、はい、7回目の夏の甲子園向けてあと2つところまで来たという両チーム、6回まで来て8対1、ここは一関学院1点をなんとかもぎ取りたい6回の表です。ピッチャー対ピッチャー、見よった、159キロ、この表情です。ちょっとはにかんだような笑顔ですが、159キロの表示、佐々木監督も少し口角が上がったようにも見えました。まあスピード自体でそれほど驚きたくはないんですが、高校3年生の投げる球でしょうか。そうですね、もう本当に非常にいいボールですしね、素晴らしいピッチャーだと思いますよね。バッターの鈴木も159キロを膝元に投げ込まれて、次の投球に対して集中力を切らさずにいけるか。ツーアウトではありますが、スリーボールワンストライク、追い詰めているとは言っていいのは一関学院でしょう。この回は1点が欲しいところ。ストレート押し、空振り、フルカウントです。三塁側大応援の一関学院、160キロだ、見逃しの三振、手が出ない、絶好の反撃の